ワックス法の虐殺、または、ワックス法の戦いは、アメリカ独立戦争中の1780年5月29日、サウスカロライナのランカスターで、エイブラハム・ビュフォード大佐の率いる大陸軍と、バナスター・タールトン中佐率いるイギリス軍及び、オト統派軍との間で戦われた戦闘である。ビュフォード大佐は百五十名、内三百八十名のバージニア大陸軍を率いて、 サウスカロライナのチャールストンで包囲されている大陸軍の救援に赴くところであった。チャールストンに着く前にすでにイギリス軍に死が落とされたことがわかり、バージニアに引き返し始めた。しかし、イギリス軍のバナスタータールトン中佐は、サウスカロライナ植民地知事ジョン・ラトリッチがビュフォードと行動を共にしているという情報を掴んだ。ラトリッチを捕まえようと思ったタールトンは、 追跡を開始した。その部隊は130名の隆気兵隊、100名の機乗不評で合計約230名、これに一門の3ポンド砲を備えていた。実際の戦闘では、先行した60名の隆気兵と60名の機乗不評、それに追いついた30名の隆気兵と何人かの不評が加わっただけであった。1780年5月29日、タルトンは、 現在のサウスカロライナ州ビュフォードにあるコーサロワックス法でビュフォード隊に追いついた。この時すでにラトリジ知事はビュフォード隊から分かれていた。タールトーンは皇族部隊が到着するのを待つ間にディビット・キンロック隊を伝令に送りビュフォードの降伏を要求した。この要求の中でタールトーンは自軍の勢力を過剰に伝えてビュフォードの決意を揺るがせようとした。 ビューフォードは、私は起源の提案を拒否する。最後の極みまで守り抜くと言って、タールトンの提案を拒否した。このこととは裏腹に、ビューフォードは、戦闘への備えをせずに行軍を続けようとした。タールトンが襲ってきたとき、ビューフォードは、敵が10ヤードの距離に入るまで待って、発砲の命令を発した。しかし、これでは襲ってくる騎兵に対して効果がなく、 バージニア兵の総崩れになってしまった。戦闘後のタールトンの報告書によれば、大陸軍は113名が殺害され、147名は傷ついたが落ち延び、2門の六ポンド砲と26両の視聴者が露覚された。イギリス軍の被害は、戦死5名、傷者12名、それに11頭の馬が殺され、19頭の馬が傷ついたということであった。 ビューフォードは馬の背にしがみついてこの場を逃れた。この戦闘はその後多くの議論を生むことになった。というのもビューフォードの隊列を崩壊させた後、タールトンの兵士は降伏したバージニア兵の多くをサーベルで叩き切って殺したということである。ビューフォードの副官ヘンリー・ボーヤーやイギリス軍ロバート・ブラウンフィールド兵装の証言によれば、ビューフォードは遅ればせながら白旗を掲げたが、 タールトンに無視された。タールトン自身の証言によれば、彼は事実上虐殺を認めた。最初の攻撃の時にタールトンの馬が、下から撃たれ、タールトンが死んだと思った彼の部下が、簡単には抑えられない報復に燃える激しい感情で、戦いを続けたということである。この虐殺の前まで、アメリカ南部の植民地の人々に多くあった、考え方は、愛国者側ではなく、 イギリスに忠実であろうというものだった。しかし、ワックス法の虐殺の知らせは、南部での戦争の行方を変えた。それまで忠実であったもの,の多くが愛国者側につき、タールトンの慈悲を、という叫びが愛国者を鼓舞するものになった。この虐殺は、後に、ノースカロライナで行われた、キングスマウンテンの戦いで、愛国者のオーバーマウンテン部隊が、 イギリス軍のパトリック・ファーガソン少佐指揮する王統派軍を完璧に叩き潰してしまう原因ともなった。2000年の映画パトリオットではメル・ギブソン演じる主役ベンジャミン・マーティンの長男、ガブリエルがワックス法の虐殺で負傷した。この事実は長男がマーティンの農園に帰ってくる直前の出来事であり映画のシーンには現れない。ありがとうございます。